こんばんは、あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はリンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーター小林文明さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。7月もう最後ですよ。早いですねあっという間の今年が。あっという間ですね。もう半年以上過ぎちゃった。あら、若くてもそう思う。思います、思います。あ、そうですか。はい、はい。さあ、今国会でいろんなことをねまとまってきたと思うんですけど、小出しにして報告をしていただいておりますが、はい、今日はどの話題にしましょうか。そうですね、あの一番最近の話題でいくと、やっぱり国会改革、はい、しかもあの我々あの若手で党内でですね、はい、あのやったのはこれはこれ提言をしたんですけれども、まあ、それを提言した翌日にあの超党派ということで、あの与党野党関係なくみんなで集まってグループを作って、はい、議論してきたんですが、そこからも改めて国会改革の提言をあのまとめましたので、はい、ちょっとそんなご報告ができたらなと思ってます。お願いします。はい、あのそもそもですね、私たちが問題意識を感じたのは、まあ、今年の国会もいろんなあの疑惑だとかスキャンダルじゃないかっていう話あって、はい、まあ、森友とか加計の話はもう1年以上やってますね。はい、でこれ問題はやっぱり結論が出ないっていうのが一つで、二つ目はやっぱりですね、国会って分かりづらくなってきてるのが、その国の大きなビジョンの話もやっぱりするべき、一方で一つ一つの法律政策の話もするべき、一方でいわゆるスキャンダルというか、行政がちゃんとやってるかどうか監視をするっていう行政監視、この3つのことが実は同じ場所の一本道で議論がされてるんですね。だから何か一つ渋滞しちゃうと全部議論ができなくなるということで、一般的にテレビ見てたら、なんで今その話してんのとか、もっと本質的な話してよと、いつまでこれやってんのと、こういうふうになるわけですね。私たちもそう思う。なのでやっぱりそれが本当に三者線分かれてですね、必要な場所で必要な議論がされる、で行政監視は行政監視できちっとやるんだけど、もし何か疑惑が出たら、やっぱり1回の国会で結論を出して、あとはその事実関係がはっきりしたら、最後国民の皆さんに選挙で判断をしていただく、これが世界中の普通のスタンダードなやり方なんです。ですけど日本はもう何年でも引っ張っちゃうわけです。だからそういうことも良くないよねということもあって、まあ、みんなで集まってですね、まずはこれ与党だけだとですね、実は国会改革ってのはできないんです。なぜかというと、国会の運営っていうのは全ての党が集まって決める必要があって、これは議員運営委員会というところで決まってるんですね。ですからまずは全ての党、なるべく多くの党で集まって、まず合意できそうな話っていうのを提案をして、そして議員運営委員会の国会改革小委員会っていうのは実はあるんですね。ここで毎回毎回いろんな改革を進められればですね、どん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 本質的な国会になれるよねということを期待して、我々提言をまとめてですね、この間の17日火曜日に、議員運営委員長ですね、古谷さんという方なんですが、ここにあの提言を出してきました。なので今度は臨時国会がですね、まあ、大体9月の末から10月に始まりますから、まあ、その時にもう一回超党派で集まって、でちゃんとあの国会改革議員運営委員会でやってほしいと。で特にまずあのやるのは、まあ、3つかなと思ってまして、1つはやっぱ党首討論ですね、はい、まさにその国民の前でテレビで国をどうするかという話をですね、どんどん議論するっていうのを、やっぱりせめて2週間に1回定期的に、まあ、やろうよと。これ前ですね、月に1回やろうぜってこれ平成26年に約束したんですけど、はい、なんと今年できたら6ヶ月で2回しかできなかった。そうなんですか。はい、これはもう与野党ともになんかこう合わなくて、利害が合わなくて、もういいわってこう流れちゃったんですね。でもそういうことじゃなくてさと、はい、国民の前でちゃんとやろうよっていう話で、2つ目はいつまで紙印刷してんですかねと、紙印刷するのに2時間待ったりするんですね、国会で。はあ、そうなんですね。この印刷代だけで無駄。そうですね、これなおかかってますし、で役所の人たちもそれで残業するわけなんで、これはもう国会議員 の、 あの前に全部 iPad なりタブレット端末置いて、はい、もう印刷しなくていいと、うん、で採決もボタンで押す、はい、でこういうことやろうと。3つ目は女性議員が産休に入った時に実は投票できないんですよ、はい、でこれは問題なので、やっぱりそういう代理投票の制度を設けようと、
これをまず3個はみんな合意できるんじゃないですかということで提言しましたから、はい、まあ、こういうところから国会がですね、国民の皆さんにとって、まあ、本当に大事なことをやってるなと思ってもらえるあの姿に変えたいというのが今回の提言でした。はい、じゃあ秋は楽しみですね。そうですね、あのこれ変わってってるなという形が目に見えるようにやっていきたいと思います。はい、注目です。さあ、あなたの出番ですはパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は興和物産金素22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜の主役はわらび有限責任事業組合の弘中文さんです。弘中さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゲストコメンテーターの小林文明さんと一緒にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。わらびって綺麗な名前ですね。平和の輪に楽しむ、美しい、何をされているところなんでしょうか。はい、わらびはですね、福山市の神鍋町の商工会の繊維部会っていうのが昔ありまして、そこのまあ繊維関係の会社5社が集まって設立した組合になります。うん、そうですか。5社。はい、5社。それぞれどこの会社が集まってるんですか。はい、ですね、細幅テープっていう、まあ、あのベルトとかですね、バッグの持ち手部分を作ってる田中細幅さんっていう会社さんと、金蘭ドンスを織られてる中村金蘭工場さん、あと縫製をしてるコルドバさんとかですね、真田紐を織ってる藤井リボンさん、あとは刺繍とか企画をしてるアルファ企画の5社になります。なるほど、この5社が集まって、はい、このわらびという、まあ、組合を作ってやってると。はい、はい、ちなみにどんなものをあの作ってるんですか。どういう目的でこのわらびっていうのができたんですか。はい、この目的がですね、まああの金蘭さんもそうなんですけど、伝統のあるあのものを作られてたりかするので、あの昔から、地域に伝わる繊維産業の技術を、まあ、今にどうやって生かしていくかっていうことをあの考えたりとかですね、あとは地域にものづくりをする人たちがたくさんいるので、そういう人たちとあの力を合わせて新しいものづくりにチャレンジしようということをコンセプトに設立しました。なるほど。なので個社ごとでもともともちろんものづくりやってるんだけれども、はい、みんなで集まって新しいものづくりチャレンジすると。はい、というわけでそんな新しいものづくり、どんなものを作ってるんですか。はい、ですね、まあ、こういう活動をしている中であのちょっとご縁をいただきまして、福山市立動物園さんのオリジナルグッズを作らさせてもらってます。はい、はい、全然なんかアパレルとか、はい、ああいう金蘭とか全く関係ないとこ出てきましたね。そうですね、まあ、あのアパレルに関係あるものもある程度はあったりもするんですけれども、はい、まあ、そればっかりではなく、地元の企業さんと一緒に、まあ、プリントのものだったり、まあ、あのアパレルももちろんなんですけど、いろいろ一緒に協力しながらものづくりをしてます。というわけで福山動物園のグッズ、はいはい、ちょっとご紹介してください。はい、ですね、今第1弾で出ましたのは、はい、デレン、デレン缶バッチですか、これ。はい、缶バッチです。缶バッチ、かわいいですね。はい、はい、ありがとうございます。キャラクター5つ。はい、そうなんです。はい、5タイプのキャラクターがいて、はい、それぞれちょっと教えてください。はい、まず1番ですね、はい、白手テナガザルのマリちゃんです。マリちゃん、はい、でマリちゃんは、ギネスを持ってまして、子だくさんで33トンもあの子供を産んでまして、世界一でございます。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。じゃあ世界一福山動物園にいる。いるんです。あ、すごいですね。はい、でしかもその33頭目の一番最後のアンソニー君という子も一緒にいます。あ、そうなんですね。はい、そうです。へー、すごい。はい、なかなかあの表にはもう恒例なのであの出てくることも稀にしかないんですけど、裏に回ったらちょっと見れたりする時もあって、かなりちょっと推しです。はい、推し、はい、1頭目。はい、はい、じゃあ2頭目。はい、次は、ボルネオ像の福ちゃんです。はい、はい、有名ですね、福ちゃん。はい、もう一番人気ではあるんですけども、はい、まあ、今あの結核を患ってちょっと治療中ということもあったりするんですけれども、こう目がいつもこうニコッとこう笑ったような目をしてて、まあ、こっちがそう見てるだけなんですけどすごく癒されて、で
あの治療もすごい頑張ってやってる姿がこう我々にもちょっと力をくれるというか、うん、はい、とっても可愛い存在です。ふくちゃんでした。はい、はいはい、3頭目。3頭目はキリンのカリンちゃんです。カリンちゃんはですね、まあ、子供も産んでですね、今、お父さんと3頭一緒に展示とかもされてるんですけど、あの特徴としては角がこう内向きにこうキュッとなってまして、はい、であとほっぺたにあの桜の花びらのような模様があるんですね、うん、それがカリンちゃんです。なるほど、はい、それがちゃんとこう表現されてるんですね。ちょっとこう角がこうニュッと内股になってる感じ、はい、そうです。3頭目でした、はい、4頭目。次はですね、はい、ゼットポニーのクロちゃんですね。はい、クロくんは賢くってあの飼育員さんがお手って言ったらお手をしたりとか、あとクロ君って呼んだらあっちからバーって走ってきてくれたりとか、はい、すごいですね。すごい賢いんですよ、この子は。はい、であのたまにですね、飼育員さんが前髪を散髪してくれるんですけど、はい、短くなりすぎてこうパツンってなってる、前髪がパツンなんですね、パツンになってる時があるので、はい、まあ、毎回そうではないと思うんですけど、でも今時ですよそれ。そうですか。前髪パツンパツンですね、はい、じゃあ最先端見てる、最先端見てる、はい、なるほど。ぜひあの楽しみに見に行ってみてください、はい、そして、はい、最後がですね、はい、サーバルのペロリンです。はい、でペロリンはあの、まあ、ペロッとよく舌を出すからペロリンっていう分かりやすい名前なんですけど、あの猫をの耳をちょっと大きくしただけみたいな、はい、イメージ的には猫科なんですけど、はい、でまあ、見た目はすごい可愛いんですけど、やっぱりあの猛獣ゾーンにいるだけあって、あの猛獣なので飼育員さんの長靴とかをこう引っかいて穴開けたりとか、割とやんちゃな子らしいです。ペロリン、はい、今回はちょっとこの5頭、はい、ピックアップしました。これはどういう企画だったんですか、はい、その5頭にしようっていうのは。そうですね、あの、まあ、最初は3年前からのオリジナルのグッズは作らさせてもらったんですけど、最初は福ちゃんをメインにしてグッズ展開してたんですけれども、まあ、通う中で飼育員さんだったりスタッフの方から、まあ、いろんな子たちの話を聞かせてもらって、なんかみんなそれぞれに可愛いところがあるので、ちょっとぜひあのもっと知りたいなと思いまして、で飼育員さんからアンケートをたくさんもらいまして、アンケート表、はい、すごいですね。もうぎっしりエピソードに、はい、もうこのちっちゃい枠に50文字から100文字ぐらい書いてあるんじゃないかっていう、はい、そうなんです。すごいです。でも飼育員さんたちのこう愛情がもうすごい伝わってきて、いや熱いんですよね。すごいみんないいメンバーなんですよ。私も意見交換したことあるんですけど、もうねすごい熱い。本当にもうこれをどうにかして皆さんにもお伝えしたいなと思いまして、まあ、最初にあの、まあ、5頭に絞ってですね、ここから始めようということで、あのみんなで意見を言い合って決めました、はい、エース福ちゃん頼りじゃなくて、はい、カープのように、はい、いろんな選手推しがいるっていう、はい、そうなんです。もうそれぞれみんないいとこがあって、それぞれにファンがついていて、はい、でまあ、あのグッズをきっかけにあのまた好きになってもらって球場まで行くっていうような、まあ、本当にカープのようになるようなグッズになるといいなと思って作りました。なのでこの内輪とかこのクリアファイルがかなりイケてて、はい、私大好きですね。これすごいですよ、このペロリン。私はペロリン推しですけどね、これなんかちょっとこの悪そうな目がいいなと思って、やんちゃな感じが、かわいいですよね、かわいいですよね。そう、これから大活躍しますよね、うちは。そうですね、暑いので、ね、はい、これどこで買えるんですか。これはですね、今、福山市立動物園の、売店に置かせていただいているのと、はい、あと、7月の中ぐらいからあの福山美術館さんの方でも置かせてもらってます。あ、いいですね、はい。いやこれ思ってた、いやこれですね、福山動物園ってもう、はい、毎年数十万人お客さん来るんですよね。30万人、はい、そう、はい、30万人がちょっとだけでも何か買っててくれるとですね、はい、ものすごい福山動物園がさらに充実できる。はい、はい、そうです。ぜひ、はい、ちょっと行ったら、はい、1本、はい、うちわでも、ね、うちわでも、あとコインケースも、あコインケース、お尻してこれは、はい、
縫ってますよ。縫ってます。縫ってますよ。ありがとうございます。これがですね、はい、福山のデニムを使っておりまして、はい。はい、で刺繍と裏面のこの福山図っていうのは、アルファ企画の方で刺繍とレーザーをさせてもらいまして、はい。はい、もうメイドイン福山で、はい、作っております。これですよ。はい、これも今人気でございます。可愛いですよね。はい、と思います、うん。お子さんから大人まで。買っていただけるかなと思います。もうあれですかね、福山図に変えますか。そうしましょう。看板もね、言いやすいですよね。言いやすい。福山市立動物園、はい、福山図、福山図、はい、まあ、言いやすいですよね、はい、確かに言いやすい、はい、今ご紹介いただいたものすべてが置いてあるんですか。その美術館とか、はい、それから動物園とかに。はい、置いてあります。またさらにデニムのトートバッグとかも置いてあったりもしますので、はい、ぜひぜひ、はい、見てください。価格も缶バッジだったらお小遣いぐらいで買えるんですか。はい、買えます。缶バッジはいくらなんですか。はい、缶バッジのショーがですね、はい、380円、はい、で、一体が490円です。クリアファイルも、はい、これ500円。はい、540円。540円、はい、税込み、はい、はい、こちらのコインケースは、はい、コインケースは税込み1500円です。1500円。はい、うちわは540円でございます。はい、ということで、これだけ見たらもう本当に動物園へ行きたくなりましたよね。ね、はい、ですよね。そこで廣中さんのリクエスト曲は、はい、お母さんと一緒で流れている、はい、どうぞ。動物園に行こう、はい、行こう、はい。さあ、それではここからは今夜の主役、わらび有限責任事業組合の廣中ふみさんとゲストコメンテーター小林文明さんに、地元の特産を生かしたものづくりを広める方法についてディスカッションをしていただきます。後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しかし、これ耳に残る曲ですね。そうですね。ずーずーずーって言ってましたけど、はい、でもさっきの缶バッジとかこういうのも、はい、なんか桑田さんっていう新しい人とのなんかコラボレーション。はい、そうですね。なんですね。はい、デザイン寮で活動されてるお二人組なんですけれども、はい、デザイナーさんと、あと、まあ、ディレクターさんといいますか、お二人でされてる、まあ、お一人の方は福山出身のデザイナーさんです。はい、やっぱこういうなんかこうものづくりを広めていくっていう意味では、自分たちの専門分野だけじゃなくて、こうコラボするっていうのもいいんじゃないですかね、やっぱり。そうですね、もう本当につくづく、その我々今までずっと注文を受けてそれを作るっていう仕事をしてきたので、自分たちから何か生み出して最終の完成形まで組み立てていくっていうのは本当に難しくって、でそういう時に地元の本当デザイナーさんだったり、あとものづくりの、まあ、我々のアパレルではない部分の方々も一緒にしながら、で何より一番強いのがその売り場があるということで、うん、今回だったら動物園さんだったりとか、そういう我々が物を作って、しかも地元で売れるっていう、その最後までができるっていうのが本当にコラボしてて、いいなって思える部分ですね。確かに大きいこうチャンスですね、はい、自分たちで全部作っちゃうっていうのは、はいはい、やっぱりそれをやってみるとまた違う気づきがありましたか。はい、そうですね、やっぱりなんて言うんでしょう、いろんな自分たちの思いだけで今まで作ってる部分がこう、あ、全然こう違うなとか、はい、その売れてる現場をも、はい、見てるとですね。そうですね。で、動物園の方にもいろいろ、あ、こういうものが売れてますよとか、こういうデザインのものが欲しいって言われましたとかっていう、うん、そういうやり取りも最終の段階の方とも触れ合えるし、意見交換ができるので、フィードバックがあると全然違うでしょうね。はい、そうですね。喜びも大きいでしょうし、はい、手応えも違うでしょうし。でそれをまたデザイナーさんと一緒に話し合えるっていう関係性もまた良かったかなと思います、うん、はい、でもそういう意味ではこういうコラボだけじゃなくて、自分たちでそういうまさに売れる場所を作るっていうので、はい、ビンゴものづくりコレクションっていうのもやられてますね。はい、はい、年に1回ですね、わらびが主催でビンゴのものづくりをされてる企業さん、まあ、20社前後ぐらい集結してですね、展示会をさせてもらってます。はい、これの狙いというか企画は何だったんですか。
そうですね、まあ今3回してまして、次に向けていろいろ準備もしてるんですけれども、最初はやっぱり本当にただただやってみたかったっていう、はい、発表をしてみたかったっていうとこから始まりまして、でそこから毎回まあテーマを決めてですね、より多くの人に知ってもらうだったりとか、自分たちの進歩も含めてこの会をできたらいいなっていう感じで進めてます。ちなみに今年の1月のテーマは何だったんですか？今年はですね、ものづくりの街のドーニャの世界っていうテーマでして、はい、要は皆さん好きなものを作る時が一番生き生きしてまして、でそれをもういろんな方からですね、コンセプトを決めろだとかターゲットを決めろだとかいろいろアドバイスをいただく中で行き詰まってしまうとこが多々ありまして、ただそれを一回忘れて自分たちの好きなものを作ってドーニャとこうビンゴ弁でですね、はい、自慢をするという回に今回はしてみました。わしらのもうこれだ。そうですそうです、はい、出してみようとストレートに、はい、はい、です。どうでしたか、手応えは？そうですね、やっぱりかなりニッチな世界になるので、はい、それぞれの会社さんが考えたそのニッチな世界を、私としてはですねすごく楽しませていただけたかなと。ただ来るお客様がどこまで分かってもらえたかっていうのは、次に向けての課題も含めですね、はい、考えていきたいと思います。私も行きましたけどめちゃくちゃ面白かったですけどね。ありがとうございます。しかも結構、はい、モダンっていうか、はい、もちろん自分たちの作りたいものを作ってるわけですけど、はい、相当今風にデザインをされているので、本当欲しいなって思うの結構ありますよね。ありがとうございます。もうそういうものもどんどん増やしていきたいなと思ってまして、やっぱり皆さん技術はすごいあるんですけども、やっぱりこう伝統っぽいものを作ってしまうって言ったらおかしいですね、作られるんですけども、やっぱり我々世代もこう受け入れようと思った時に、多少こうちょっと可愛かったり、はい、かっこいいなって思ったりする部分があるといいなと思って、でそういうのをものづくりの中にデザイナーさんも一緒に関わってもらって作っていくっていうことを、わらび自身も取り組んでいけたらいいなと思ってやってます。いいですね、はい、いや実はこれ日本政府でもですね、最近検討会の結果発表したんですけども、これからはデザインだと、うん、はい、とにかくデザインとものづくり、はい、デザインとサービス、はい、とにかくデザイン思考で、はい、ものを作っていくっていうのがもう成長戦略のど真ん中だっていうのを実は打ち出していまして、もう私もそう思います。地域回ってても、はい、なるほど。ものの技術ものすごいですよね。はい、そうなんですよ。もうそこまでっていうぐらいこだわって突き詰めて、はい、皆さんそうですよね、はい、そこにデザインがかかってくると、もうこれはもう最強だと思うんです。大ブレイクのチャンスがあるんじゃないかと思うので、はい、ちなみにこの将来の展望はあるんですか？はい、そうですね、この町がやっぱり繊維もありますし、ちょっと奥に行ったら府中家具で木工もありますし、あと鉄もありますし、本当にものづくりにあふれてる町だなと思うので、そういう良さだったり面白さをもっと日本全国の方もしくはもう世界に目を向けてですね、いろんなとこからこの地域に来て見てもらいたいなっていう思いがあります。そういう意味ではこのビンゴものづくりコレクションも、はい、もっと参加企業は募集していくんですか？はい、募集します。今回20社、はい、来年もやります。はい、やります。時期は決まってるんですか？はい、今のところなんですけれども、はい、2月の9日と10日。あ、もうバチッと決まってるんですね。はい、はい、去年年始の方ですよね。そうですね、1月2月でやってますよね。はい、はい、そうです。じゃあそこに向かって、これうちもちょっと出店してみたいんだけどと思った時は、はい、どこにご連絡するといいんでしょう？ですね、わらびの事務局であるアルファ企画の方にご連絡いただけたらと思います。はい、はい、連絡先はネットで検索しますか？電話番号だけお願いします。はい、はい、084-0849633150 084-0843-3150、はい、多分電話するとアルファ企画ですって電話出るわけですね。そうなんです、はい、そうですね、はい、でわらびの、はい、ものづくりコレクション出たいんだけどと、はい、こういうふうに言っていただいたら、
はい、大丈夫ですと、はい、じゃあ皆さんにね、はい、ぜひ参加していただいて、はい、インゴのものづくり盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今夜の主役はわらび有限責任事業組合廣中文さん、そしてゲストコメンテーターは小林美恵さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組はフォーアブスさん、パネソン22の提供でお送りしました。